代諸般の蔵屋敷が並んでいましたが、近代に入ると中之島図書館、中央公会堂、市役所、ホテル、新聞社、公園などが整えられて、都市のさまざまな情報が集まるシビックセンターとなりました。文化芸術の面で言いますと、まず大正7年に中央公会堂が開館し、音楽、演劇、その他大規模な集会ができる施設として機能しました。さらに大正15年には大阪朝日新聞社によって朝日会館ができ、公会堂が、開館してから100年以上経ったわけですけれども、まあ、ある意味公会堂自体は何も変わってないっていうふうに言えると思いますね。で、名前の通り公会堂という建物は、いろいろな行事で使っていただけるような施設になってますので、まあ、時代時代、それから、まあ、その時々 の使いたい方が使いたい祭事のためにお部屋を借りていただく、これはもう開館当初からずっと一貫して変わっていません。ですから、まあ、変化があったとすれば、それは公開ですね。子ども本の森は安藤先生が子どもたちのためにたくさんのワクワクを詰めて、建設して、それから寄贈してくれた本の文化施設になります。光と影のコントラストや丸みを帯びた本棚とか机、それから直線で作られた階段がとっても美しいと思います。あとですね、窓から見える、道島川からは、船とかですね、歩いてる人とかも見えるので、四季を感じることもできます。またですね、うちのブック私は本当に生粋の大阪人 で小さい時何回も中之島行きましたけども、あと僕 のライフワークでケルト文化とかいろいろとヨーロッパにもよく行ってるんですよ。でよくよく見たらね、大都会の真ん中の島に島があるっていうのはまず珍しくて、でそこがなんか一つのおへそみたいになってると。で中之島は僕にとって、大阪にとって多分ねおへそなんですよこれ、うん。でヨーロッパに目を転じたパリにもね、シテ島とサンルイ島というのがあって、でシテ島には有名なノートルダムの、ね、大聖堂があると。てかあとはベルリン の博物館という、それも中之島ですよ。ですね、例えば中之島でうちのクルーズが走ってるんですけれども、五湾とかあと橋梁のライトアップっていうのがあるんです。でこれ橋の上とか陸上を歩いてると、なかなかこう川に目を落とすっていうのはないんで分かんないんですけど、船から見るとそのライトアップが本当に綺麗に、まあ、橋とかあとは護岸がすごくライトアップされてるんです。そういうのはもう船に乗らないとなかなか発見できないのかな。でしかもそのライトアップも四季折々